やっほー、ケンティーです。ということで始まりましたケンティーのチューブック。皆様どうお過ごし、いかがございましょうか。それでは本日はですね、こちら7つの習慣ラスト第7の習慣やっていきます。で、この第7の習慣紹介していくんですけども、この第7の習慣一体どういったものになるのかというと、第1から第6の習慣ありましたね。これを継続していくために、普段私生活で実際にどんな習慣、どんなことをしたらいいのかっていうのが書かれています。これで、ね、それで第7の習慣で、ね、まあ、4つのことをね、毎日習慣で頑張りましょうといきます。それが、期待を強めなさい、次つながりをしっかり持ちなさい、社会性的でありなさい、コミュニケーションを取りなさい、で3つ目は精神、この安定しなさい、で4つ目知識、常に学びなさい、これらをバランスよくしていこうって言ってます。で、このなんか一つが欠けると、他のところにもこうバラバラバラ影響してきちゃうよとも言ってるので、一日少しでもいいと思うんですね。僕こういった瞬間は慣れてきたらちょっとずつ時間増やして、じゃあどんなこの4つたらいいかっていうのを皆様にね、提案していくような形になります。それではまず1つ目、肉体、これはですね、毎日心拍数が100ちょっと超えたぐらい、自分の最大心拍数の 60% ぐらいの運動を30分続けるといいよって言っています。で、自分の最大心拍数の 60% とは、どれくらいかというとですね、心拍数220から自分の年齢を引きます。そしてその自分の年齢引いたかける、0.6 した数、まあ、大体の人がそれが100前後 100ちょっとらしいので、もう僕はちょっと100以上30分間とにかく頑張って目指していきましょう。で、この BPM 心拍数100ってそんなに難しくないです。で、僕こうやってスマートウォッチ、スマートバンド、これがまあ3000円ぐらいで買えたりするんですけど、結構ちゃんとしたやつ、これ心拍数測れて iPhone に勝手に記録が飛んだりするようにできて、心拍数100、意外とほんまにちょっとバーって歩いたらすぐ心拍数100ぐらいなるくらい、そんな難しくない。これをただ30分続けようと言っています。なのでね、30分、1日の48分の1、48分の1をね、どこかその30分の運動、例えば通勤のね、行き帰りとかでもいいと思うんです。そういった時間ちょっと歩くとか、多めに歩く15分でもいいっていう、いいと思います。なんか最近の運動の研究については、一気に30分やるのと15分と15分バラしてやるのはあんま違いないっていう研究結果も出てるみたいなので、ちょっと僕はそれを信じて、こまめにね、自分のできるタイミングでまずはね、やってみることをおすすめしたいと思います。はい、それでは次2つ目いきます。知識ですね。知識の分、これはですね、これ僕的になんですけども、1日15分でいいので読書する時間を設けましょう。で、実際に iPhone とかストップウォッチみたいなのを使っても15分って設定して、ピッ押した、読んだ、とりあえず15分読むっていう感じがおすすめかなと思います。まあ、15分あればね、どんな時間も、短い時間であっても、まあ、できるのかなって思ってます。まあ、1日の15分が96分の1なので、96分の1時間なんで、多分どこか時間見つけて15分自分で測ってスタートしてみるちょっとおすすめで、それこそね、電車の通勤時間とか帰宅時間とかをその時間に当てるだけでもいいのかなって思います。で、わざわざ本をね、こう買うのめんどくさいっていう人は、Kindle、 iPhone があれば読めます。 Kindle とかもおすすめです、非常に。ただね、こう読むのに夢中になって電車こう、あ、行っちゃった、私の駅降りるはずでした、ならないようにだけ気をつけてください。そして3つ目です。3つ目はね、社会とのつながりということで、僕がね、これ一番簡単なステップ、そして一番有効的かなって思うのは、ありがとう、感謝の気持ちを伝えるっていうところ。ありがとうという言葉を言うだけでもいいかもしれない。心がね、こもってなくても、いや、こもってた方がいいんですよ。ありがとうっていうこと自体に抵抗感ある人
いるかと思います。そういう方はもう心の中でとにかくありがとうありがとうっていっぱい生きてみてください。僕がね、すごくネガティブな時期に僕の尊敬する先輩にいろいろこう話聞いてもらって、そしたらとにかくダンスうまいねとか褒められたら、そういう時ありがとうございますって言ってみたらって言われたんですね。正直それだけでめちゃくちゃ自分の気持ちメンタル変わって、なんだろう、もう人生変わったって言っても大げさじゃないくらい結構ターニングポイント的な部分だったので、これ結構本当におすすめかもしれません。でこうありがとうを言うことによって気づいたんですけど、僕めっちゃごめんなさいとかすいませんとかすぐ言っちゃう癖があって、それって逃げだなっていうのがあって、人って一番弱い人が最強なんですよ。赤ちゃんとか老人とかって最強じゃないですか。絶対手出ししないでしょ。それと一緒で自分弱いですってアピールしちゃったらもう勝ちなんですよ。その局面はある意味では負けですよ、もちろん。そのなんか逃げのずるい言葉になってたんですね。もちろんこの勇気を持って言うごめんなさいもあると思います。ただごめんなさい言えばいいみたいなところが心の中でどっかであったので、それ良くないなというか、なんか何のプラスにもならない。ただ自分がこうそれで OK でしょ OK でしょ、相手に本当の気持ちもないけどとりあえず謝っておいてその場で終わらしとくみたいな、これはすごく良くないなと思って。でもそれを気持ちなくてもありがとうございますに切り替えるだけでだいぶなんか心の持ちも違うなって思いました。ありがとうございますだとその場だけじゃなんか済まないというか、今後につながってくる言葉でもあるし、なんだろうすごくいい言葉、ありがとうって言うだけでも勝手に脳が回転するなって思います。ので、1日1回はありがとうって言いましょう。でもしかしたら中にはありがとうっていう相手いませんとかね、もうそんな職場関係じゃないです。もう1日しんどすぎてこき使われて大変です、もうありがとう言う相手なんていないんですって方います。絶対ありがとうって言わなきゃいけない相手誰でしょう。それはですね、いいところで動画が切れてしまいましたが、そう、続きます。自分自身にね、ありがとう言ってあげてください。その日一番誰よりもね頑張ったということでしょ。そのストレスもやもやもやたまってるあいつこいつみたいな、それ裏返したら自分がよく頑張ってる証拠だと思うので、自分にありがとうって言ってください。ありがとうと伝えてあげてください。なんかそうすることでね、どんどん気持ちが外向きになるというか、自分にありがとうっていうことを、この辛い疲れた状態ありがとうっていうことはだよ、周りにいる人もそれだけ頑張ってるのかなとか考えたり、こう繋がっていくわけですよね。なのでぜひ、いる人いない、そんなことない、自分にありがとうって伝えてあげてください。そして、最後、精神です。この精神はですね、本人はまあ瞑想したり聖書を読んだり、それこそ終わりを思い浮かべることから始めるみたいな、ちょっとそういうなんだろう、マインドフルネス的な部分ことをしましょうって書いてたんですけど、ちょっとずれてるかもしれないんですけど、要は心をリラックスさせようってことですよね。これ皆さん得意だと思います。これ僕からの提案なんですけど、30分から1時間時間を決めて自分の好きなことをやるっていうのが、これ精神を整えるなのかなと思いました。例えば大好きな YouTuber 見るとか、あとはゲームするとかもこれありだと思います。あとはテレビお笑い見たりとか、好きな漫画読む、アニメ見る、好きなことする、これでいいのかなって僕思います。ただこれをねダラ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 してしまうと、第2のね、緊急じゃないけど重要なことから第4、緊急でもないし重要でもないことに変わってしまう可能性があります。なのでぜひこれも30分から1時間時間を決めてやることで、このさ、第2と第4の習慣の差ってめちゃくちゃ重要か重要じゃないかでかいと思うので、時間を決めてねダラダラする、これがね僕精神を整える方法だと思いました。皆様いかがでしょうか。まとめます。その1、毎日30分間運動する。おすすめは通勤帰宅をいつもよりちょっと多く歩いてみる、15分ずつぐらい歩いてみるということ。2
2つ目、毎日15分、読書の時間を設ける。これは通勤時間、電車の時間とかを有効活用してみてはどうでしょう。その際に Kindle 使ってみたいね。そしたら周りに迷惑なくスクロールだけ、ここにスクロールでいけます。最近だったらね、その勉強系の YouTuber の人もいっぱいいるので、そういう YouTube 見るのでも十分知識になるかと思います。ただこう能動的にね、活字を読むってことも非常に、それ自体が学びというか自分の筋トレみたいな感じになるので、やってみてください。その3、ありがとうを言う。とにかくいろんな人にね、なるべく1日1回や3回ありがとうを伝えましょう。頑張ってできれば理由も伝えておくといいかもしれません。できない人はね、心の中でこうこうこうしてくれありがとうってつぶやくのでも OK で、その誰にもありがとうなんて言えない、そんなことない。一日の終わりに自分に感謝しましょう。そして4つ目、時間を決めて好きなことやる。この4つをね、毎日継続的に、無理しなくていいと思うけどね、土日とかもでダラダラしてないと思うし、しんどい時は休んだらいいと思うし、いや、それが嫌だって人は続けるべし、無理だって人は続けないべし、まあちまちでもいい。ただ一気に張り切りすぎると挫折の原因になるので、もう本当に今言ったこのイージーなものをとりあえず1週間やってみるってぐらいがいい習慣続け方かなと思います。はい、皆様どうでしょうか。今のやつをね、早速この動画を見終わったらスケジュールに入れ込んでください。30分の運動、15分の読書、1日1回のアデュー、そして1時間ダラダラする入れてくださいよ、絶対ですよ。はい、じゃあこのね動画が少しでもいいなと思った方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。そうでね、明日からの毎日投稿はですね、この7つの習慣分かるよ、続けたいよ、でもできないんだってば、僕もそうです。ということで明日からこちら紹介します。じゃーん、人生を変える習慣の作り方、 Better than before、 ブレッチェル・ルービー著、花塚恵役。ということで、これ結構前に、2、3年前に僕買った本なんですけど、実は全然読めてなくて、これをね、皆さんと一緒にやって習慣をつける訓練っていうのをしていこうかなと思います。とりあえずね、パラパラって読んだけど、すごく内容いいです。で、これ Amazon のレビュー調べたんですよ。日本のはね、そんななかった。ただ海外のレビュー見たら、レビューが704で星 4.5、 すごくないですか。あ、714だ。で、704が何かというと、これ日本の7つの習慣、これも星 4.5 だから、すごいんだよ。海外版のこれもう一緒みたいな感じ。アメリカの人にとっての7つの習慣みたいな感じなのかな。ただ7つの習慣の現代はレビュー3000ぐらいだった。日本でいう嫌われる勇気と一緒ぐらい。まあそれはさておき、その海外とかね、アメリカではすごくめちゃくちゃ人気もあって、レビューも評価も高い本になっているので、ぜひこれをね、一緒に身につけてね、習慣化していきましょう。これをね、全5回に分けてご紹介していきますので、皆様見逃したくないって方はね、チャンネル登録してください。はい、よし、それでは本日はここまで。7つの習慣も終わりましたので、これをね、元にね、自分の習慣を作っていくことが一番ベストでございます。今僕が言ったのはベターな案、このコビー先生が考えてめちゃくちゃすごい案なんだけど、一番は自分に合った習慣を身につけることだと思います。とりあえずベターから始めてみようっていうことでね、7つの習慣ご紹介させていただきました。それでは皆様、7日間お付き合いいただき、本当にアチュー、皆様の周りにアチューが増えますように。今日という一日にアチュー。頭からっぽ。